とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、怨念クエストをソロ攻略していきたいと思います。今日行くクエストは、これだね。極英雄を偽る怨念たちです。装備はこんな感じだね。ビッグアーティスト。これで、全ステアップ。で、ハイヒールバロネス。これ、パワーアップします。で、ニャックルパンチ。人間の時の攻撃力が 60% アップ。で、生身メダル。で、ギョギョット棒。コスモフロンティア。に、ガッチガチバンテージを3つ。と、ステーキ丼ぶりと、海鮮丼。となっております。あ、海鮮丼食べたいな。腹減った。まあいいや。行きましょう。はい。まあ、一番、怨念クエストでレベルの低い場所だけども、数がさ、4体いるのって、辛いんだ。で、しかもここね、若干狭いのよね。狭いから孤立させるのが難しい。うん。なんで、ちょっと注意していきましょう。順番としては、まあ、バッファー、ヒーラー、そこら辺から、倒していったがいいです。うん。クロックレディと、ああ、いった!あと、コマくんを早めに倒すといいね。うん。ベニマルは、ちょっと、固めにできてるんで、一番最後はいいと。うん。まあ、こいつらを、ああ、いったいったいった、ばらけさせるのは結構辛いんだけど、できるだけばらけさせて、痛い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 、攻撃しよう。もう、あ、無重力ハンドは要注意です。無重力ハンドは要注意。回復すんなって。いやー、回復やめて、回復やめてくれ。いやー、もう、ちょっと待て。あ、もう、バラバラになって、お前たち。よし。あ、ベニマル最後。よし。クロックレディがそろそろ本気になるかな。グレート化をするでしょうか。もう、シャイニングボール打ったわ、お前。若干硬いから、嫌なんだよな。よっしゃ。ちょっと待って待って。よし、バフはしっかりかけてね。どこいる？あ、いた。しゅ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 、やばいやばい、無重力だった。やっぱやっぱ、死ぬ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 。あぶねえ、あぶねえ。無重力ハンドはあれがあるんだ。よし、あぶねえ。やばい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 。この4人の時はね、攻撃をこう重ねてこられるのがきつい。よし、終わりや。まだか。地雷とか置いてるな、あいつ。よし、あ、タイムバインド。やべ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 。ちょっとお前、シャインボーイ、お前調子のんだことすんなよ。よし、クロクレで終わり。まだか、あと一発、あと一発。よっしゃ、オッケー、倒した。あー、きつかった。ちょっと待って、1体減るとまだマシだけども、でも3体いるからね、まだ。次は駒くん。ちょっと待って、な、ちゃんと攻撃して。コメットビーム。いや、無重力感度やめろ。よし、全然攻撃力的には全然大したことないね。 OK、 もうちょい。ああ、こっちはベニマルじゃない。あ、あとはもうそんなに気をつけることもないぞ。ないない。うん、ワンパンされる
うん、心配もないしね。クリティカルも無効にしてるからワンパンされる心配はない。 OK、まあ、攻撃力がねそんな高くないやつらっていうのでだいぶ救われてます。 OK、 あとはシャイニングボーイを潰した後にベニマルをね倒していきましょう。ああ、トシくらい、あっよし、まあお前もそうか、バフするからね、バフをしてくるから若干疎い。でも一撃一撃のダメージはないんで大丈夫。ド発点ぐらいか、気をつけるところは。ここはあーバフかかってる。でもお前がさえいなければもうあとは大丈夫だ。よし、しっかりバフはかけて、おお十文字あぶねー。ちょっと待って、回復もしっかり入れていく。あー、この持続回復が地味に効いてくるね。よし、 OK、 終わりだ。よっしゃ、あとは楽勝でしょう。うん、1対1になってしまえばねもうこっちのもんですよ。はいはいはい、おーっとー半分減ったな。で、しかも炎での持続ダメージと。大丈夫大丈夫、もうあとはご了承で必殺技の時だけ注意して避けていけばいいかな。おお、はいはい、まあ他のところに比べると結構簡単な方だよね。はいはい、まだ回復あるよ。はい、でも必殺技2発ぐらい食らうとやばいな。5発点で吹っ飛んだところになんか赤き一線とかをこう重ねてこられると死ぬかも。いや、ギリ耐えるか。あ、いや結構グレート化した時が攻撃力高いね。いった、はい、バフかける。あー、なんか食べ物意外とギリギリだったな。はい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 、最後や、くらえ、終わらせる。あー、最後の最後にやられそうな感じがしてきた。よし、回復して、はい、よーし、ここはまあまあ比較的楽な方だ。うん、この怨念クエストは基本的に敵の中心部にはこう近づかない方がいいけど、ここはね意外と近づいても耐えれる。うん、無重力になってさえなければね。無重力がかなりクセモノ。うん、なので最初にバフをかける吹雪さんとコマくん、その二人を倒したらいいと思う。 HP も低めだしね。はい、ということでバタ出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。